ゴルファーいないさー、どうぞよろしくお願いします。大西亮です。お願いします。というわけでですね、今日はですね、めちゃくちゃ久しぶりに来ております。第1話カントリークラブさんに来ております。ありがとうございます。そしてですね、今日もですね、対戦相手がいらっしゃいまして、その方と対決したいと思います。この方です。どうぞよろしくお願いします。岡田結香選手です。よろしくお願いします。お願いします。岡田さんとはですね、仕事でね、はい、一緒になりまして、何のあれでしたっけ、なんかお金獲得するやつよね。そうですね。言い方がちょっとなんか、スキンズマッチ、そうスキンズマッチです、はい、だから、一ホール買ったらその人が、そこの賞金もらえるっていうスキンズマッチっていうのがあったんですね。はい、はい、それの、番組がありまして、そこで僕がなんか解説とかごちゃごちゃ言う役をやってて、で岡田選手が、回ってたんですね。そうです、それで優勝したんですね。そうですね、そうです、その、そう、その回は優勝してました。はい、すごかったです。チップインバーディー、チップインバーディーで優勝でしたね。それがギリギリまですごくいい。いや、そうそうそう、そう、そう、そうか、はい、ギリギリ、そうか、最後の各賞金が乗っかってたところでこっそりいったんですね。すごいやり方、はい、もうダメだと思ってたんですけど、ね、持ってる選手でございますけどもで、プロテストはまだ受かってない。まだ受かってないです。なるほど、はい、で、もう、今時期やとプロテストが何回か行われてますけども、受けられたんですか。はい、あ、どうでしたか。受けました。落ちました。辛い。やだ。本当ですか、はい、こんな明るいのに恥ずかしい。先生気遣って。いいんです。いい、だから来年もね、はい、来年頑張りましょう。はい、はい、で、ここのこのゴルパイナイサーに出たことによって自信つけていただいて、はい、でも俺も本気でやりますけども、お願いします。頑張ってください。よろしくお願いします、はい、ということで岡田選手と、まあ、ゆいかちゃんでいいですかね。はい、はい、ゆいかちゃんと対決したいと思います。お願いします。お願いします。あ、どうします、ストロークでいいですか。はい、ストローク勝負でしましょうか。はい、はい、わかりました。じゃあストローク勝負でいきたいと思います。お願いします。お願いします。よし、ではいきたいと思います。お願いします。お願いします。まあ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 、ちょっと右でしたが、大丈夫でしょう。はい、どうぞ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。シリクさん2番でいきます。暑いもんね。暑いですね。本当に熱中症対策を、うん、ひたすら。いや本当ですよね。はい、いやほんまそれだけ気をつけていかないと。中の操作は危険ですのでおやめください。ちなみにここのゴルフ場は回ったことないですか。初めてです。あ、なるほど、はい、じゃあ私が圧倒的有利ですね。はい、私昔、うん、ライオンさんと初めてお会いした時ぐらいに、はいはいはい、ラウンド一緒にして。そうなんですよ、はい、一緒に、あの時、まあ、多分言っても大丈夫だと思うんですけども、はい、大泉洋さんもいらっしゃったんですよね。そうですね、山田久志さんと大泉洋さんと、僕と岡田結香ちゃんで回りましたね、はい、豪華メンバーで。いやほんまやわ。私入らせてもらっていいのかなって感じだったんですけど。確かに。ピンまで239ヤードです。千葉国際やったんですね。そうです。めちゃくちゃ難しかったですね。めっちゃ難しかったです。あそこのコース苦手です、私。いや、そ、でもそこで優勝してる、優勝っていうかスキンズマッチ勝ってるから。そうですね。そうよね。なんか練習ラウンドも兼ねてみたいな感じでしたね。そう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 。あれ？俺これどこ？ありがとうございます。え、ナイスじゃなかったね、今。なんかめっちゃ良かったです。危なって感じです。危なかった。
ナイスとは言ってしまったけど、まあでもまっすぐ行ったんで、まあまあまあ、はい、狙おう。セカンド。うわ、ええ感じ。いや、めっちゃでかかった。危ねえ。めっちゃ飛んだ。危ねえ。2脈もなかったですね。ええ当たりすぎた。ゆうかちゃんは運転もしてくれます。任せてください。ありがたいです。全然です。好感度高いですね。本当、もう揚げに行ってますから。揚げに行ってんの。揚げに行ってます。揚げに行かんでもいいよ。いや今でもほんまにだって。どこだろう。どこや。ちょっと探そうか。はい。ありがとうございます。めっちゃ良かった今。入るかと思いましたね。入れば良かったのに。そして私がいきなりピンチ。めっちゃ飛んでました。フォローあったやね。37ヤード。いやー、まあ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 しゃあないね。まあしゃあない。うまいこと打った方。じゃあバリトライ。来い来い来い。うー、惜しい。定石です。お願いします。いや、しっかり打ったな。やってもた。やばい。定石です。やばい。やってもた。バーディーボギーはあかん。パーでいけた。うわ、もうやってもた。どうしたんですか。いや、今ちょっと余談です。しゃあない。はい、ナイスパーリー。ありがとうございます。ナイスです。イエイ。やってしまった。やってしまった。でもストロークですもんね。そうです。まだわかんない。まあまあまあ、まだわからないんですけども、今のパーで絶対いけた。いや、ちょっと上からやから。珍しいです。やったんですよ。しかもその僕第一番めっちゃ来てるんですよ、ここのゴルフ場。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もうほんまホームコースと言ってもいいぐらい、ミスター第一場とは俺のことだみたいなぐらいまで来てるんで。そう。ちなみにここのゴルフ場は回ったことないですか。初めてです。あ、なるほど、はい、じゃあ私が圧倒的有利ですね。ナイスバーディー。ありがとうございます。珍しいです、バーディースタート。本当に。で、今のアプローチは完璧じゃなかったですか。めっちゃ良かったです。ですよね、はい、難しかったですね、バンカー越えで。ですよね。なのに完璧でしたね。はい、ノープレッシャー。ノープレッシャーやから。いや、まあそんな、そうやって言ったらなんかライオンさんとの対決がノンプレッシャーみたいになったら、なんか、はい、いやいや、そういうわけじゃないんですけど。いや、でもその解放されてるじゃないですか。あ、そうです。プロテストのすごいこのプレッシャーがあったわけでしょ。はい、ありました。どんなプレッシャーですか。まあでもそのテストのために1年かけてやったので、はい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 、これが集大成だみたいな、自分の持ってるものを出し切ろうみたいな。はい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 。出し切れなかったんですけど。いや、ごめんなさい、笑って。で、やっぱりプレッシャー辛かった。いや、なんかそんな風に思ってなかったんですけど、うんうんうん、もう81、82だったんですよ、1日目、2日目で。結構え
練習ラウンドで80だとそんな戦わない。いや、そうですよね。だから練習、もちろんそのゴルフ場も連ランしてるわけでしょ。はい、してます。その連ランではどんなもんやったんですか。アンダーとかも出たんですか。全然普通にいい感じだったんですけど、あ、2日連続80台はちょっとびっくりしましたね、私も。確かに普通のラウンドでもあんま出さないよね。出さないです。大体7、まあ、うん、パワープレーないしは2オーバー、3オーバー、うん、まあまあよかったらアンダーでってことですよね。そうですね、はい。いやー、でもこれ難しいっすよね、ほんま。緊張した状態で打つ練習ってなかなかできないですもんね。そうですね。ね、なんかもう試合にいっぱい出るしかないですね。まあまあそうか、試合出たりとか、あと緊張するシチュエーションを覚えといて、そうですね、その時にどっち曲がるみたいなのを覚えといて、うん、そうですね、消すしかないですよね、それを。本当に、うん、なかなかそうよね。ほんでまた、うん、何回もやることによってプレッシャーになってきますしね。いや、ほんとそうなんですね。そうですよね。また1年頑張らなっていう思いがもうほんまかわいそう。なんか初めて受けた、もうみんなプロになってあげて、 やらしてあげてよ。 なりたいですね。ねえ、ほんまに。一番何回も受けたんですか。でも18から受けてます。いや、結構受けてる。結構受けてる。ちょっともう今私の年齢言いたくないんですけど。結構受けてる。結構受けてます。19の年から19、20、21、22、23、24、25、25、28回ですね。8回。どの辺からもうきつなってきたんですか。きつくなって3回目ぐらいできた。3、4回目。あ、3、いや、3、4回目ぐらいからかな。なるほど。はい。腕重い。始まったみたいな。ああ、そうか。そっか、はい。それはだってもうため息も混じってるもんね。そなんやろ、その。今年もこの季節が来たみたいな感じですね。いやー、リアルに喋ってくれる。ありがたい。本当に。いやいや、このぐらい、まあ、明るく喋ってくれてるけど、ほんま大変やと思います。ほんまにプロテスト。そうですね。ね、じゃあ行きましょうか。はい。はい、いい、だ、大丈夫でしょうね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。よいしょ。いきます。よいしょ。おー、いいやん。めっちゃいい。まっすぐ飛んだ。でもちょっと右目の方がいいんやな、これ多分。あー、木が。ね、木がむっちゃ邪魔や。はい。よいしょ。いや、そうよね。ほんまハードよね。だから、ここから1年間また、その、なんていうんですかね、自分をトレーニングしていって、そうですね。鍛えていく時期がまた始まるわけですね。そうですね。なんか、うん、やっぱみんな飛距離すごいんですよ、今の若い子たち。なるほど。まだ若いけどね。うん、もう全員年下だったんで、今回テストで一緒に回る。なるほど。はい、18歳とか。まあそうか。高校3年生から出てくるんで。そうかそうか。なるほどな。でも飛ばすから、はいはいはい、やっぱ筋トレ必要だなってなりましたね。飛距離やばいですか。はい。へえ、だいぶ置いてかれる。もう基本私が一番最初に打ちます。うわー、そうか。はい。どんぐらいなんですか、そのみんなは。私が大体飛んで220ぐらいなんですよ。うん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 、もうみんな多分240とかは平気で行ってるんじゃないですかね。そしたら置いていかれるね。置いてかれますね。なるほど。ゆいかちゃんのインスタね、はい、フォローさせてもらってますけども、はい、いやもう忙しいでしょ。ラウンドめっちゃ行ってるでしょ。ラウンドめっちゃ行ってますね。その全国つつうらうら。そうですね、つつうらうらですよね、はい、だから今拠点は東京ですか。拠点東京です。東京やけど違う県とかでもやってたりしますもんね。関西が多いですね。あー、もともとね、もともと、もともと出身が広島で、広島出身やから。で、東京に住み始めて1年半なんですけど、それまでは結構関西でゴルフやってたんです。だからその関西のお知り合いの方とかが呼んでくれて、そうです、やろうって言うってことよね。はい。あー、そうです。こっちの方がでも試合とかは多いですか。試合とかプロアマとか、うんうんうん、そういうのが多いんですけど、うん、まあ、うん、私結構西の人間って思われてる。そうか。で、あんまりまだそんなにこっちで。なるほど。
たまに最近やっと呼ばれるようになってきたかなぐらいで、それでも行ったら、わざわざ来たのみたいな反応されちゃうんで。そっか。そうなんですよ。まあ、でもまあ全国行ってるんで、もうどこが拠点かよく分かってないです。いや、東京です。そうなんですけど。東京なんですけど。いや、分かるやん。いや、でも、だからもうほんまにだから、ね、じっくりこのトレーニングみたいなのがね、なかなか。そう、でも行かないといけないなって。ね、ですよね。ちょっと、そうですよね、うん。探してますね。確かに。に当たったマシンでした。マシンに当たりましたね今、綺麗に。偉そうに言うてすみません。本当にトレーニングがでも いるんですよねやっぱりね。飛距離にはトレーニングなのか。まあそうやな、触れないとな、まずはな。はいはい。はい、良さそうです。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。ギリギリめっちゃギリです。お前は。いやでここはこの木が邪魔なんですよ。多分ここは一番難しいんですよ。あ、そうなんですか。はい、一番距離もあるし、長いですもんね。はい、ねえ、優しすぎる。やばい、連続ボギル。いいね、ナイス。おー、重い。重たー。 8.5 です。そうです、 8.5 です。早い。やっちゃった。うまい。お先です。はい、うまい。あー、ダボっちゃった。いや、気当たったからね。きつかった、あれは。あとグリーンが重すぎるという問題です。一生で油断するな。危ない、ボギー。ここはむずいんですよ。はい、ということで、ダボボギーで1打差です。よし、はい。ちょっと後でパター見せてもらっていいですか。あ、はい。なんかあんまり見たことない色のパター。そうですよね。日陰に見ましょうか。ギラギラ。ちょっと日陰でも取れるかな。取れるか。ちょっと見せて、パター何ですかこれ。ツーランの。あ、へー、見て。オデッセイのトゥーロンの金色、見たことない。こんな、え、売ってんの。多分なんかスポンサーさんからいただきました。へー、でいいですか。めっちゃいいです。へー、でこれもだってシャフトもね、はい、え、これカーボンじゃないな、スチールだな。へー、黒で、このグリップもいいですね。いいですよね。へー、パターはいいが、パターはいいが、ちょっと使ってる人の実力が。そんなことない、そんなことない、ごめんなさい、促してしまいました。へー、あ、ミーリングも、こんな、ね、ちょっと、はい、薄めのミーリングというか、見えてるかな。良さそうっすね。
めっちゃ良くて、うんうん、一緒にそのスポンサーさんとかおろした時に、はいはいはい、これいいな、おろしたてで、はい、これちょっと出してくださいって、うんうん、ちょっと打って、これめちゃくちゃ打ちやすいですねって言ったら、うんうん、じゃあこれでテスト頑張ってっていう風にいただいたんですけど、いやもう言わないで、もう言わないで、もう言わないで、ゆかちゃん、もう言う、来年頑張ります。私は来年頑張ります。なんで俺が言ってるのか分かりませんけど、はい、頑張ってね、ほんまに。はい、サマホル137ヤードパー3です。はい、結構フォローですね。めっちゃフォローですね。どうしようかな、だからちょっと大きめいけるから俺手前めに。はい、ということでピッチングにしてみます。届け、この思い。いやーミス。5。やめて、バカやめて。お、危な。超えましたね。めっちゃラフ。だいぶ深いラフいった。うん、ナイスショット。いい感じじゃない？ちょっと弱い。弱いかな。あ、おい、ぴったり。ありがとうございます。ナイスでーす。フォロー風になりました。ねえ、ナイスでーす。お願いします。でもじゃあその、もともと出身が広島。はい、広島です。方言とか出ないですか？え、もうめっちゃ出ますよ。あ、そうなんや。もうなんかあの今敬語だからそんな出ないんですけど、はいはい、タメ口とかだったら、はいはいはい、めっちゃ結構きついねって言われます。あ、へえ。じゃあ、ジャケ。ジャケジャケ言ってますね。ジャケ。ジャケジャケ。と、あと何？ジャケ。まあでも K。もう何々しとる K。しとる K。しとる K。出ますね。はい。いいですね。太陽さんどこでしょ？僕大阪です。まあまあまあでも関西弁はね、はい、出ますね。まあですよね。はい、関西弁って。うん。絶対その抜けないですよね。抜けないですね。でまた僕の周りは芸人ばっかりなんで。ああそっか。そうなんですよ。ほとんど関西弁なんで全然抜けないですね。東京にいるけど大阪にいるみたいな。まあそんな感覚ではないですが。感覚ない。そこまでではないですが。まあまあでも多いですね。方言が抜けない。右側、はい、隣接ホールです。打ち込みにご注意ください。うまっ、止まれ、オッケーオッケー、いやーうまいこと打った今。めっちゃ深かったです。めっちゃ深かった、しかも詰まってた。バーディートライ。はい、行きます。ありがとうございます。佐々木です。はい。うん、ナイスパ。ありがとうございます。です。入れときたい。切れたー、くそ。はい、やばい、ボギった、せっかく、いやー打てなかった。よし、はい、というわけでございまして、私が、ボギーパーボギーボギーボギーかな、そうですね、3オーバーで、ゆかちゃんがバーディーダブルパーです。ってことはワンオーバーです。ワンオーバー、はい、で私3オーバー、2打差です。まあ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 、今のボギーは痛かったですけども、うん、2打差でございますんで、はい、なんとか追いついていきたいと思います。はい、ということで1から3ホールありがとうございます。じゃあまた中盤編後半、後編見ていただければと思います。どうもありがとうございました。